何もや、お前見とったで、キリュウちゃん。あ、兄貴、キリュウって、あのそや、道島の竜キリュウカズマちゃんや。お久しぶりです、マジマの兄さん。よせよせ、お前組立ち上げるって話やないかい。そうや、そこの店やったな。お前の馴染みがいるっちゅうのはえらいええ女らしいの。みんな言うとるで、一度あんな女こましてみたいってね。それよりこの方どないしようか。すんません、まさか桐生さんと。いや、いいんだ。甘いな、キルちゃん。甘々や。けじめはしっかりつけんと。まだまだ行くで。何や。その辺で。お前のためにやっとんのやろが。もう十分ですから。ほう、ま、ええわ。お前もこう思ったらこれくらい厳しくしつけせなあかんで。行くで。はい、はい、覚えておきます。でも、あ、でもなんや。俺は俺のやり方でやらせてもらいます。ふん、どんなやり方でやるっちゅんや。俺はちゃんと筋が通ったやり方を貫きます。なんや、踊れは俺に喧嘩売っとんのか。ええやろ、いっちゅやっとるか。いえ、兄さんとここで喧嘩をする理由はありません。筋が通らねえ。よっしゃ、これで俺と喧嘩する理由はできたな。俺が兄さんをムカつかせたんなら謝ります。なんやと。根性あんねやったら殴り返してくけ。気は済みましたか。ああ、その強がりどこまで続くかの。アホくさ、筋通すなんぞ言うて無理しとるだけやないか。痩せ我慢っちゅうやつや。世の中筋の通らんことばっかりや。そんな意地張っとったら体が持たんで。どう取ってもらっても構いません。ですが俺は自分の考えを変えるつもりはありません。何があってもか。ええ。ふん、分かったわ。ほな、お前のその覚悟見届けさせてもらうで。四六時中ずっとね。何。でも、もし筋が通っとったら俺との喧嘩こうてくれるか。その時になってみないと。よっしゃ。ほな、どないしてお前をマジにしたるか早速作戦会議せな。行くでお前ら。へえ。ほな、またな、キルちゃん、楽しみにしとってや。ワクワクするで。おう、
ちょっと待て。ん？おお、やっぱりキリュウちゃんやったんか。真島の兄さん、ご無沙汰してます。この度、出所してまいりました。お前がそろそろ出てくるらしいと聞いてな。こうしてここで張っとってんや。やっぱり俺の勘に狂いはなかったわ。どうして俺を？なーにアホなこと抜かしとんねん。約束したやないか。お前を四六時中見張るってな。ああ、そういえばそんなこともありましたね。それやというのに、お前と来たら殺しなんぞで10年も無所に入るよって。しゃあないから、俺もお前を追って無所に入ったろかと思ったくらい。まあええわ。ほな早速俺と喧嘩しようか。そう来るんじゃねえかと思ってましたが、悪いが兄さんとここで喧嘩をする理由がない。筋の通らない喧嘩はしないと前にも言ったはずです。理由ならある。何？昔のお前やったらさっきみたいに簡単に背後を取られることもなかったはずや。もし俺がその気やったら、お前は死んでたで。ご忠告痛み入るが、それがあんたと喧嘩する理由とどうつながるんだ。今のカムロ町はそんくらい危険ちゅうで、平和ボケした方がのんきにぶらつく場所やない。せやから今のお前にこのカムロ町に足を踏み入れる資格があるかどうか俺が試したる言うたんだ。俺がその平和ボケしたアホだと？おう、それちゃうっちゅんやったらガタガタ言うとらんで力で証明してみせろや。いいだろう。ならばその挑戦受けて立つ。これで分かったやろ。自分がこの10年でどんだけ鈍ってしもうたか。馬力もないテクニックもない、どこにでもおる勤め明けのしがないチンピラ。それが今のお前や。そないな弱さで生き残れるほど今のカムロ町はあまないで。くそ。せやけど変わっとらんもんが一つだけある。
その目や。何？お前の目はまだ光を失うとらん。お前は必ず昔のように、いや昔以上にごっつい男になれる器や。兄さん、ええか、お前がこの街を歩く限り俺はいつでもどこでもお前を見張っとる。突然喧嘩売られて死にたなかったら、死ぬ気で昔のお前を、堂島の竜を取り戻してみるや。分かった、俺もこのままじゃ終われねえ。あんたを踏み台にして必ず這い上がってみせよう。ほな期待しとるで、キリュウちゃん。そこの桐生ちゃん、止まりなさい。お、何？ああ、はよ出さんかい。
セーフ。ドアホ。そこの桐生ちゃん、止まりなさい。はよ、出さんかい。さすがや。久しぶりやの、キリちゃん。わしゃ
嬉しゅうてたまらんのや。堂島の竜と直接やり合える、本物の命張った喧嘩ができるなあ。ケルちゃんならわかるやろなあ。笑いどころやないか。笑いや、これボケやめろ。ああ、はるかを返せ。別にええで。そこのドア入ったとこにおるわ。言うたやろ、ケルちゃん。わしゃお前と勝負できりゃそれでええんじゃ。本気で言ってるのか。本気も本気、大マジや。なあ、もうこれ以上じらすなや、ケルちゃん。行くで、勝負や。行くで、ケルちゃん。Yeah!
勝負はついた。遥かを返せ。アホ。死ねや、キル。おやじ。なんで？キルちゃんはな、俺の獲物や。このこいつをやるのは。 真島、親父、親父、おい、救急車だ、早くしろや。おじさん、遥か、怖かった、怖かったよ。 Yeah!
おい! お? ん?
いらっしゃいませ。アケミです。キリュウだ。シンジから聞いてないか。キリュウ？あなたが？ああ。それじゃあ、シンちゃんはもう。そう。最後に会った時、彼言ってたの。自分にもしものことがあったら、あなたが訪ねてくるかもしれないって。いつもふざけてたあの人が、急に真剣な顔してね。そっか。しんちゃん、死んじゃったんだ。おかしいと思った。だってね、あの人、急に今やってることが片付いたら、結婚しようなんて言ってさ。すまない。いいの。私の方こそごめんなさい。風間さんね、確かにここにいたんだけど、しんちゃんの知り合いが来て連れて行っちゃったの。誰だ？近江連合の寺田さん。近江連合？そいつは本当にシンジの知り合いなのか？うん、しんちゃんは信頼してた。だから私も。場所は？芝浦よ。不当に止めた船に連れて行くって言ってたわ。そうか。それともう一つ。ん？しんちゃんこう言ってたわ。錦山組は100億の他に世良会長の遺言状を探している。それに次の四代目が指名されているんだって。遺言状？そんなものが。それじゃあ錦はそいつを握りつぶそうと。しんちゃんはそう言ってたわ。何？いい音聞かせろや。探したで。真島の兄さん、あんたまだ生きていたのか。助けて、お願い助けて。ああ、よしよし、静かにせんか。よせ。ああ、お前べっぴんさんやないかい。どうや、俺の女にならんか。どうやね。嫌です。私、他に好きな人が。ごめんなさい。真島、やめろ。そうか、正直な子や。え、それで？ほれ、ここ危ないで。はよ行き。読めねえな、あんただけは。俺は正直もんが好きなだけや。人の顔色伺ったりせんと。俺がそうやからな。そうかい。この間いいとこで邪魔が入るよった。ここで蹴りつけようやないの、キルちゃんよ。Yeah!
ごついね、お前が。